そして年が明けて決勝戦、勝てば9年ぶりとなるヴェルディ、一方こちらは27年ぶりというサンフレッチェの元日決戦。接戦が予想されましたが、開始わずか3分、ヴェルディが先制パンチ、速攻から北澤がゴール左隅に流し込んで1対0。さらに11分にも、久しぶりにヴェルディらしい流れるようなパスワークから三浦泰年が2点目をゲット。耐えて守って後半勝負というサンフレッチェの出花をくじきます。そのサンフレッチェは攻めの起点となるサントスがヴェルディディフェンスの体を張った守りに封じ込められ、得意のフリーキックも精彩を欠き、前半は見せ場さえないまま終了。サントスがダメならと後半高木へのロングボール攻撃とどこかの代表チームと同じパターンを繰り返すも決定的な場面を作れません。そして14分には何でもないバックパスをゴールキーパー前川がなんとミスキック、こりゃいただきと栗原、北澤とつなぎ、最後は栗原が押し込んで決定的な3点目。その後もどうにか1点をと連続攻撃を仕掛けるサンフレッチェに対し、若手主体のヴェルディディフェンスは最後までゴールを守り抜き、ついにタイムアップ。攻守ともに往年の強さを見せたヴェルディが実に9年ぶり4度目、シーズン最後の公式戦でタイトルを手にしました。みんなの気持ちが本当に、ね、一つになってたし、非常に大人のチームになれたなと感じしました。試合後これで退団するビスマルクがサポーターと生での涙の別れを行ったのに対し、2ヶ月前に自分を見ました。Que eu ia ser campeão, que eu ia ser jogado para cima e que eu ia ser mandado embora。 優勝して胴上げされてクビになるっていうことはもう分かってました。本当に本当に。